僕らまたそれぞれの道をさ歩み始めたのさ、その先にある交差点でまた会えたら、その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語り明かしたいね。今はグッバイ。シングルから転校して最初に組んだのは、当時日本のペアの第一人者だった高橋成美。未知の技の数々に戸惑うばかりだったという。今はリフトが上がるようになったんですけど、ね、最初っていうのは腕の力だけで上げようとしちゃって、腕がブルブルになっちゃって大変でした、ね、筋力強化などを地道に行い、ペアスケーターとしての実力をつけた木原。とにかく不安でした。想像できないんですよね。自分がどういう風に成長できるかって、本当にだから不安しかなかった、最初は。先の見えない恐れを抱えながら、それでも決して歩みを止めなかったこの青年の勇気は、やがて日本フィギュアの歴史を変える光となります。成長、日の丸を背負い経験を重ねた。しかし別のパートナーと組んでいた2019年、練習中のアクシデントで脳震盪を起こし、長い休養を余儀なくされてしまう。もともと抱えていた肩の怪我もあり、ペアも解消。その世界の壁もすごい感じてましたし、将来のことも考えてそろそろ働いた方がいいのかなっていうふうに思ってました。スケート場でのアルバイトも経験しながら引退を考えていた。そんな木原をリンクへと引き戻したのが、当時パートナーを探していた三浦璃だった。リアルさんの方から声をかけてくださって、一緒に滑ったと瞬間から、あ、これは 100% あるなというのを確信しました。スケーティングがあった、うん、強かったよ、合わないとやっぱり滑らないんですよ。押したり引いたりというふうになるんですけど、それがなく本当に自然にスピードが出たので、これはいいんじゃないかなというふうに思いました。まさに運命の出会いだった。イルラボー隊長、チェント高さへ。フリーは 136.50! 点数を見て、共に抱き合います。合計 214.58 は、三原、そして、三浦、木原が1位です。なんてこった。グランプリファイナル、日本ペア史上初の金メダル。やりました。やりました。いやー、高橋さん、あなたの今お気持ちいかがですか？もうなんか言葉に、そのファイナリストというか、王者というか、ペア大国日本の幕開けって感じがして、本当に嬉しいですね。本当にこれまでずっと高橋さんもそうです、日本のペアが引き継いできた歴史があり、流れがあり、それをこの二人が世界一という最高の結果につなげました。